はい、太い糸とか変わり糸とかでもやってみたいと思います。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今日で、平成おしまい明日から令和、まあ、しばらくはね絶対私勘違いの間違いの書類とか書けない絶対間違える。で、今日は、そんな平成最後なんですけれども、先週に引き続きまして私の中で今ちょっと、ヘアピンレースが大ヒット中でして、で、まあ、これでね、こう細いレース糸編んでヘアピンレース編むっていうのはやったんですけれど、太い糸でもできんのかなとか。で、じゃあ道具はあって道具いっぱい調べて、まあクロバーさんでね、太い、もっと太めのやつでこう、幅調整できてっていうのを売ってたり、こういう U ピンですね。U ピンが各幅、5センチ幅とか、各幅のいろいろ売られてたりしたんですけど、なんとですね、この形を見て、まあ、じゃじゃん。要するにここ同じ長さっていうか同じ太さで渡ってればいいんだよねって思って作ってみちゃったりなんだりしたりして、で、まあ単純に、はい、これですよね。トイレットペーパー、我が家トイレットペーパープラス、これ棒針です。棒針編みの練習する前に棒針こっちの方に使ってしまいました。で、まあね、ここを測って同じ長さ、同じところに穴を開けて、まあ、そこにブスーッと刺してるだけなんですけれど、この棒針片方ね、塞がってるタイプなので、こっからもうこれ以上ストーンって取れないし、で、こっちはね、スポッと取れるようにしてあるので、よいしょ。なので構造的にはこれと一緒かなと。もしかしたら、私あんまり検索してないんですけれど、もしかしたらこれよりももっといい感じで作ってる方いらっしゃるかもしれない。でもまあ、とりあえずこれで、とりあえずね、実験ですんのにいいかなと思いまして、で、試し編みじゃないですけど、編んでみました。これ、ダイソーさんのアクリル毛糸ですね。で、5号針か、6号針かな。で、編んで、まあ、編めるので、いけるなと。いけるな。だ、これで、太い糸だったり、あと、レース糸でもこう、長めのね、足、ここが長めのヘアピンレースを編む場合は、こういう感じでも、いけるなというちょっとやってみたかったからやってみただけなんですけどね。で、こういう変わり糸でもできるのかなと。基本細編み、今細編みしかやってないですし、で、拾うと言っても目を拾ってるわけではなくて糸を拾ってるのでいけるんじゃないかなと思いまして、やってみようかなと。今日はその実験ですね、やってみよう動画でございます。で、はい、左側に糸を入れて、蓋をして、もうトイレットペーパーがかち悪いんですけどね。でですね、よいしょ。で、糸を手前からぐるっと後ろに回します。で、こっちのね、端の糸邪魔くさいので、よいしょ。ちょっと真ん中にね、結び目真ん中に来るようにして、端の糸邪魔くさいので、なんとここにですね、ちゃんと切れ目を入れておきましたので、こう端糸がしっかりと固定されるという。はい。で、まあ、変わり糸なんでね、5号針ぐらいでいいかな。で、同じですね。編み方一緒で、ちょっとね、カメラのところで器用にできるか。カメラに映しながら編むっつうのがなかなかのものでございますが、で、まあ、この結び目を押さえのところ押さえつつ、
手前の左側の手前の針を持ってきて、とりあえず引っ掛けて持ってきます。で鎖編み一つします。でもう一回持ってきて、よいしょ、細編みで後ろ回して、これごとよっこいしょして、でまた拾って、よっ、拾って持ってきて、細編みでまた後ろに引いてパタンして、で手前の糸に、ここのね左側の手前の糸引っ掛けて細編み、はい、これを繰り返していくということで、とりあえず変わり糸でも今のこの状態では難なく編めているんじゃないかなと。ただね、やっぱり道具、即興手作り道具なので、ここをもうちょっとバシッと固まっててくれた方が編みやすいとは思います。っていうかね、はっきり言って道具買った方が早い道具貼った方が早いし、綺麗にできると思うんですけれど、あのね、売ってないっていうか、やっぱりネットでポチッとしないと手に入らないのかなとか。これで一応ジレとかね、作ってる人もいますので、海外のサイトとか見るとかっこいいですよね。すごい大ぶりな柄でかっこいいのいっぱい作ってる人もいるので、まあ、そこまでのレベルにはね、ならないとは思うんですけど、いや、よこしょ。よいしょ。なんかね、こっち側をね、ちょっと膝とかお腹でキュッて押さえながらやると結構安定します。この道具が安定するので、やりやすいかもしれないよ。という感じで、まあ、変わり糸でも十分やれるということが分かりましたね。いやいやいや、ちょっとやって、はい、ちょっとこれはね、これで、はい、ちょっとやってみたかっただけでございます。なので、太い糸でも、こういうね、変わり糸でも、できるなぁ、これは。まあ、こっから、あとこの何本取っては編んで、取っては編んでって繰り返すので、そんなにね、変わり糸でも苦しまない気がするんですよ。これ目を、ここの目を拾えばちょっと無理だと思うんですけれど、いけるかなと思います。で、太い毛糸はね、全然問題なくいけるかなと。あと、デザインですよね、だから。デザインでいければいいなと思います。こんな感じで、平成最後こんな動画で終わっていいのかって感じですけど、まあこんな感じでしょう。でこう糸ね通しちゃえばずれることもないでしょうぐらいなレベルなんですけれど、ほいで、よっこいしょ。てかまあ仮糸なんであんまり見えないっていう話ですもありますけれど、さあまあ、できることはできると。で、このまま、よいしょ、離して、これもね、太い糸で、なんか面白い、なんかいろいろこう実験できるので、結構これ、私の中では、ただいま大ヒット、面白いなーっていうものでございます。で、糸を、よーっと通して、結構ね、太い糸なのでボリュームはあると思いますが、で、あとはここの縁をね、わーっと飾っていく、ちょっと大ぶりな感じですね。というわけで、こういうね、手作り感ありありなものでも、上の位置と下の位置幅
上の幅と下の幅さえきちっと合わせればこのヘアピンレースできるんじゃないかなと思います。で、太い糸用と思ってこれね、幅、この幅ができるようにって言ってこのトレペットペーパーとちょっと太めのね15号の棒針使ってますけれど、細い糸でやりたいなっていう場合は当然細くなきゃいけないなと思ってるので、これだとねちょっと太い気もするんですよ。まあ細いです、細いね U ピンというか、これ使って編むのと太いの使って編むのと編み方は一緒だけど、こんだけの大きさに差が出るよってことなので、で変わり糸もできるから、今日は身がないなないなないけど、ちょっと道具を使ってみたかった、使って見たかったなあ。とこれ使ってあれしようと思ってたんだ、そうだそうだ、よいしょ、これこの糸、綿の糸なんですけど、まあ5号針ですね、もうぐちゃぐちゃぐちゃやないですか、5号針か6号針使って長細いブレードを作って、ヘアバンドカチュームとかにできたらいいかなと思うので、カチュームやってみますかと思いますので、まずは太い、ちょっとね繊細でも何でもいい太い面の糸を使って、よいしょ、はいよ、で左の手前の糸から持ってきて、鎖編み一つして同じとこに入れて持ってきて、これで細編みで針を後ろにやってパターンして、でよっ持ってきて細編み、これを何回繰り返せばいいんだろうねってぐらい繰り返しそうと思います。なぜならヘアバンドにしたいので、やっぱ頭のね大きさ分やらなきゃいけないということでございます。そして私もね、どうすごい編むことの方に慣れてないので、編むことの方に集中してどう映ってるのかさっぱり確認してなかった、今危険です、どうなってんでしょうか、よっ、よいしょ、なんかね世間話をする余裕が今ないですないです、もう真剣です。大丈夫、ボヨンボヨンしてんじゃね、こう自分で編んでるところを確認しながら編みたいんですけれど、編み地の方に集中するとカメラの方が見れてなくって、後で結果ね編集してる時にボヨンボヨンってなっててはーんって思うんですよ計画といたしました、これをこう長っぽそーく作って真ん中に編みがあってこうループがわーっとあるんですけど、この縁をねこう両側を編んでいって、ここはここでまとめてしまって、でゴムつければこういう形でここに真ん中にあって、ここがループになってる、こういうカチューシャというかカチュームというかというのを作りたいので、これどのぐらいやればいいのかがさっぱりわからないので、まあ、ここからね地味にやっていこうと思うんですけど、今日はだからその導入部分だけという言いますか、だって自分でねどこまでやってらいいのかもよくわかってないんで、もうちょっとねこの編み方とか調べなきゃダメだと思うんですよね。なんか素敵な編み方もなんかいっぱいあるらしくて、もしかしたらこのブレード自体を2本ぐらい作ってで、ブレード同士を編みつなぐという作業もしなきゃいけないかもしれない。
まあ、こういう形で、だからここがね、もっと綺麗にピシッと編めるように練習しなきゃいけないかなと思ってるんですが、うまくいければいいな。まあ年号変わったところで私のね、ダラダラは変わらないと思いますので、ダラダラのまんま日々過ごしていくかと思われます。はい、それではまた。はい、明日いよいよですね、これの方の最後のこう町を作ってっていうところを進めていこうかと思っております。はい、それではまた明日。明日は頑張る。明日は先が長い気がします。頑張るぞ。じゃあ。